ここは東京浅草、そしてこの隅田川に架かる橋は吾妻橋と言います。鮮やかな朱色の鉄骨が特徴的です。今の橋は1931年に完成しました。橋の東側に見えるのは634メートルの東京スカイツリー。その右側にある2つの独特な建物はアサヒビールの建物で、ビールジョッキと金の炎が表現されています。こちらには水上バスの乗船所があり、ここから水上バスに乗って隅田川を下ることができます。そしてこの道をまっすぐ進んでいくと有名な浅草寺の雷門があります。ちょっと散歩しましょう。商店街のアーケードの下を通っていくと雷門の前に着きます。そうそう、ここここ来たことある人も多いのではないでしょうか。この交差点からもさっき見えた東京スカイツリーが見えます。雷門とスカイツリーのツーショットですね。さて、橋の南側も見てみましょう。屋形船が止まっています。この屋形船では隅田川や東京湾を巡りながら食事を楽しむことができます。とても優雅な体験だよね。以前紹介した勝どき橋はこの先をずっと進んでいったところにあります。川に沿って走る道路は首都高速道路で、東京には川の上や横にたくさんの高速道路が建設されてきました。川のほとりは遊歩道になっているので、ここでデートするのもいいかもしれないね。まあ相手がいないけど。それでは視聴者の皆さん、今は日本に来ることができないと思いますが、少しでも日本を感じてくれれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次の動画では浅草を散歩する様子をお送りしたいと思います。僕の大好きな街です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。